俺は30代半ばの独身だ。仕事も落ち着いたし、そろそろ家庭を持ちたいと思い、婚活パーティーに参加したところ、偶然元カノと再会した。元カノのサリナは同じ職場で知り合ったことから付き合い始めたのだが、外食にバッグに靴などとにかく金をゆする女だった。関わりたくないので無視していたら、初めましてと言われびっくりした。どうやら今奴は俺と付き合ったことすら覚えてないらしい。俺を寝踏みするかのように服装から靴に至るまで眺め回した後、 LINE を交換しましょうと言ってきたので交換してやった。今日はありがとうございました。いえ、こちらこそ。近いうちにデート行きませんか？洋服買いたい。そうですね、考えておきます。あ、森田さんって年収いくらですか？なんで？結婚したいので。1000万です。すごい、力あるんですね。じゃあもっと稼げますね。はは。気になるセレクトショップがあるんで、デートの日にち決めといてください。男を人ではなく金とみなす。あまりにもあからさますぎて笑えるほどだ。その後も俺は自分の正体を明かさずに LINE 上でやり取りを続けていった。デートの日にち決まりました？すみません、仕事が忙しいもので。稼いでるんですね。じゃあ郵送で何か送ってくれますか？は？何かって？欲しい服があるんです。付き合ってないのに。それは。じゃあ付き合って。私は運命感じてます。はあ、もう少し待ってください。服がダメならお米でもいいですよ。あ、でもお金ありますよね。どうせ将来結婚するんだし、家の洗濯機古いんで買いませんか？金目当てで人の気持ちや意見を全く聞かず、ただ自分の欲求ばかりをぶつける。かわいそうなくらい変わっていない。ほとほと呆れ果て、俺は今だなと思い制裁を下すことにした。変わってないな、サリナは。え？何が？俺のことを忘れたの？5年前付き合ってたんだけど。は？そうだっけ？リュウジだよ。ああ、リュウちゃんね。ごめんごめん、愛称で呼んでたから。でも偶然すごくない？マジ運命なんだけど。笑わせるなよ。で、飲み屋とか坂本とかにも金たかってるわけ？は？なんで飲み屋さんと坂本さんのこと知ってるの？もう忘れたか。同じ職場の同期だったじゃん。まあお前は腰掛け OL みたいな感じで能力もなかったしクビになったけどな。俺ら今でも親しくて全員独身なんで、仲間で婚活パーティー参加したんだよ。そうなんだ。てか能力ないってひどくない？事実だろ。一応野宮と坂本に確認したんだよ。お前牛肉買ってって言ったんだって？俺は米で、あいつらは肉か。飯代もないくらい貧乏なわけ？ごめんなさい。何が？いろいろ反省したから付き合って。意味わからん。じゃあ反省の証に付き合ってた時買ってやった指輪返してくれる？そんな昔の持ってないよ。うん、知ってる。お前すぐ質屋に入れたもんな。領収書くらい俺の目につかないとこに隠しておけばいいのに。お金ないの、貸してよ。あの時の借金は返せたわけ？それが利子の返済に借金するからどうしようもなくて。ねえお願い、人助けだと思って。自分でどうにかすれば。ひどい、あんたそれでも人間？お前に言われたくないよ。人のこと金としか見てないくせに。それでさ、旦那とはうまくやってんの？は？旦那って？もうそろそろとぼけるのやめたら？お前5年前付き合ってくださいって言ってきたけど、そん時もう旦那いたじゃん。なんで知ってるの？お、認めた。あの頃から米買ってくれだの言ってたよな。男物のパンツまでせびってたの覚えてる？
リュウちゃんに履かせたいからとか言ってたけど、旦那のパンツだろ。さすがに怪しいと思って探偵雇って調べたらビンゴ、別れて正解だったよ。誰が電話になんか出るかよ。さて、そろそろやめるよ。お前にかける時間がもったいない。旦那がリストラされたのよ。一生のお願い。頑張ってね。その後俺は野宮と坂本にこれまでの経緯を説明し、早く手を切るように勧めた。とんでもない女がいるものだと驚き呆れていた。あの女がどうなったか知らないし興味もないが、人として真っ当にならない限り人生は浮上しないだろう。人の価値は金ではなく心で決まるが、クズなので当分そのことに気づけやしない。俺は俺らしくこれからも頑張っていこうと思う。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。